天使は見えてねえだろうな。ヨーソロ、あんたとの腐れ縁が切れなくて残念だよ。社長、自分も無事ですけど、こんな調子じゃ時間の。なんだとこのピザ野郎、気持ちが負けてんだよ。よし、10秒以内に面白いこと言ってみろ。10、9、12時情報で爆発、衝撃波に備えて。戦艦の破片、リダックスが落とされたんじゃないのか。ああ、父うるせえな。死後現金の明るい職場にされたいか。邪魔なやつだけ撃ち落とせ。反応だから見つかっちまったんだ。離れろよ、この空母。ダメだ、こいつらには弾が効かない。よらしいこと言ってんじゃねえ。弾が通らなきゃぶったけれ。切ったってのか、ファイルーンの装甲を。おお、マジかよ。自分でも天才だとは思ってた。あんたにはいつも驚かされる。今の俺なら戦艦だって切れちまうな。折れるんじゃねえぞ、オリガ。身内届くほど頭やられてんのかい。大なんだこの機体は。
乗って。早く乗って。お前たちが動かしてるのか。大丈夫。追っ手が来たわ。パパ、少しだけ力を貸して。高速ドライブ軌道に入ったわ。あと少し、あと少しで地球に着くから。すまん、お前たちのそばにいてやれなくて。ダメな父親だったよな。何を言ってるのパパ。私たちはロイを呼んでくれ。ファイルは切れる、切れる。あいつなら、エストを…そんな…いやよ、お願い、私たちを置いていかないで。はい、人工物、おそらくファイルーンの機体です。反壊しているように見えます。一気のみか。そのようです。まっすぐこちらに向かって。この信号は地球のものです。地球人が乗っています。なんだと、情報がダッシュしてきたとでも言うのか。地球軍は簡単、ファイルーンの新型試作機を持ち帰ったら丁重に迎えなさい。君は何者かね。私はルーキス、ルーキスのフィオ。この戦争のパラダイムを書き換えるものに。
分かってる。このまま左やから海岸から峡谷へ入って富士山地を目指す。ヤオソロ、基地に着いたら超高速ドライブをダッシュ。大陸の本拠地である移動惑星にひとっ飛び。だろ、峡谷の交代のスーパーは出ない。大丈夫大丈夫、それを信じろって。不安だ。
対空砲の無力化を確認。超高速ドライブ起動。何でもできるんだな、ビオは。ルーキスはいわば現実を書き換える装置なの。火器としての利用は一側面でしかないわ。ご苦労は諸君。声でけえよ。その光に入れば目的地へ行けるわ。うん、ではこのまま加速進路に入る。諸君らも遅れるな。了解。気持ち悪いから真似しないでしょ。この子、俺のことが嫌いなのかな。